ビショップストーンはイングランド南部バッキンガムシャー州アイルズベリーバーレの行政パリッシュであるストーンウィズビショップストーンハートウェルにある農村集落。この村の名はイングランドではありふれたもので主教の領地という意味である。地名で言及されている主教が誰なのかはわからなくなっているが村周辺はかつてのリンカン教区に属しておりおそらくは 林間司教が所有する領地であることを表したのだったのであろう。この村の名は1227年の荘園文書にビショップストーンという綴りで記されたのが最初に記録である。ビショップストーンはストーンの東1マイル、アイルズベリーの南2マイルほどの農地が広がる一帯に位置している。村はチルターン丘陵から見下ろすことができ、特に有名な バッキンガムシャーのランドマークで展望が明けた場所であるクームヒルの某は戦争記念碑からの眺めは特筆される。村へはアイルズベリーからオックスフォードシャー州テームへ至る A418 から容易にアクセスすることができる。ビショップストーンは都市から比較的離れた位置にあり、村を通るバス路線はなく、最も近い鉄道駅はアイルズベリー駅か。 南方2.5マイルのリトル・キンブル駅となる。メインロードのパブ、ザ・ハロは、種類販売免許を持ち、食事も提供している。村の中には、商店はないが、リンソンのストーンには、パブ2軒と、インド料理、レストラン、ガソリンスタンド、骨董品店、グロサリー、郵便局がある。ありがとうございます。